5月8日スト3サードストライク東西戦始めていきたいと思います。皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。本日は、11対11、総勢22名となっております今のところ。そしてなんと久しぶりに、解説に黒田先生に来ていただいております。黒田さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、お、前方はドライさんが取っていって、これは9号の SA はこれはギガスなんですか、それともハンマーなのかなっていう。ギガスダメっぽいですね、なおさら。あ、なんか入るとこないじゃないですか。まあこれでどっかで一撃まくれるにはやっぱり、まあでもなかなかスタンさせるにもそのハンマーマウンテン、その殺しパターンみたいのを持ってしてもなかなか崩しづらいかもしれないですね、これ。おっと、これリープからギガスで、これは死んだー、マジか。まあ、これも昔からあるやつなんですけど、リープアタックで移動してギガスっていうのあるんですけど、はい、まあちゃんと反撃。続きまして登場がタルバインさんのエレラ。このカードに関しては最近はあれですね、もうエレナ側の SA がもうヒーリングなのかなみたいな。あ、まあなんだろう、ブレイブでやり合ったらもう勝てないですからね。うん、さあ、あっという間にピヨって、1ラウンド目は圧倒的なバインさん。続きの、まあ、これって結構ヒューゴーの基本が対空の弱シュートダウンなんで、はい、まあ、潰されても、はい、まあ、一応そのタイミングが一定なんで、うん、取りやすいっちゃ取りやすいね、対空で。マジか、さ、PP が出た、タールさんの PP、ゼロ PP が出た。さあ、ドライさんを破って、次、宇田さん。宇田さんいらっしゃい、ヒューゴーがちょっと難しいぐらいなの、ね、それぐらいですね。あ、まあ、さあ、もうちょっとあのリスクとかちょっと避けた技の振り方とかあるんで、まあ、それがしゃがみがキックで足止めとかだったりするんで。さあ、続いて登場が宇田さんの竜。さあ、これは SA は宇田さん新勝竜対するタルさんが、ブレイブ。さあ、これ結構ありそうでなかった新勝竜。うん、まあ、使いどころとしては割と満タンにしてからちょっと置き攻めのプレッシャーが強まるみたいな。そうなんですよね。しかも EX 使わないでしないと満タンにならないんで、うん、あ、まあ、ちょっと EX がガードした時不自由じゃないですか。当たってもまあ不自由なんですけど、はい、まあ、これがちょっと新勝竜使われない理由ですね。そうだよな、これやっぱ使いどころがね、灼熱がそこそこ使える以上、そのちょっと EXもったいないって感じなんですよね。どうせだったら、まあゲージのいっぱいある真空とかの方がやっぱりもうこれね、 EX 使いづらいですからね、これね。さあ、タルさん、まあ、これ持て余してるんですよね、もうアーツが。どうしたらいいのか。さあ、どうする、置き攻めかなり苦しそうだ。上から行くがしゃがみダイパン。お、投げで場所を入れ替えてもう一回投げ。さあ、置き攻めは、ね、さあ中盤からまあ入るんで、さあ、この新勝竜がちらついてるんで、すげえプレッシャーだが、ここはタルさん行くか、どうなる。新勝竜ワンチャンあるだけど、まあ、エリアから攻める必要はあんまないんだよね。さあ、ちょっと飛んでったが、どうなる、相打ち、相打ちでタルさんが勝利、宇田さんがやられてしまった。続いて登場が門番のヘブンさんが登場です。じゃあ最近さっきなんかやってる感じだと電人流にはボコボコにされてたが、タルさんはなんとか頑張っていきたい。さあ、画面端、さあ、肘をこすっていく。さあ、この離したところでゲージを貯めつつも、ちょっとライの方が引っかかった。さあ、クロックから画面端、縦を張ってリープは、おーっと、しっかりガードしてって、
デリブルにめがけてブレイブが飛んできた。まあ全然まあリスクではあってんだよね。いやー見事。どうしても DH 内容なんて貧弱っすからね。まあまあでもあれの状況でね、まあ体力まだあったし、まあなんか1回ぐらいこんな感じでしょうか。あ、出ましたタルバイン電拳。さあどうなる、肘が当たって肘が1回、ここはタックルですかね。だがちょっとここしっかりしっかりガードするタルさん。さあ上スピアか、お、ダッシュで抜けるのか。だがここはハマって肘が当たってタックル。だがゲージがなかった。さあ溜めて、なんとか1枚溜めて、まあ、このラウンドは使わないで勝ちたいですね。おーっと、このラウンドは使わないで勝ちたいところ。正解ですね。 EX ヘッド、まあ手堅いですね。タチーパンタックルが届かないんですかね。うん、あれは EX ゲージ使わないとすると、タチーパンタックルが入ったか入んないかちょっと忘れたんですけど、うん、これぐらいですかね。あー、ちょっと分かんないですけどね、今のは。さあファイナルラウンド、ゲージはほぼ同じ状況。さあ出し投げが通って縦を張っていく、はめてって肘が当たって、おっとタックルは出なかった。ちょっとここは今プチッとしたんで、はい、着地をちょっと攻めてもらえれば、まあ、エレナが有利かなと思ったんですけど、あ、まあ、ちょっとした隙をまあ逃さないで攻めれれば、はい、まあだいぶこの試合を抑え込めれたのかな、イリアも。なるほど。さあ台足が通って、お、肘にあれ勝つんですね、台形の。いや、ちょっと場所が悪かったですかね。場所が悪かったですか。1段目は弱いんで、そんなに強くないんで。なるほど。お、投げを通して、さあ縦をここは張って、隙間ありますから。まだちょっとあれだな、まあ注意ですかね。お、ホームラン、ホームラン入りました。ウエスピアが引っかかってタルさんをしたら、次はセトッチさん。あ、これこれ、これ最近、はい、続いて登場がトサ対、はい、エイジ・シリアンって、うん、今んとこトサがやりやすいですね。あ、誠側の SA はトサ並みの方がやりやすいっすね。なんかね、普通なんか話を聞くと割とどっちでもいいかなっていう、意外とどっちもいいですけどね。うん、話は聞いたことある。エリアの行動制限できるのがトサナミなんで、はははちょっと、まあそうですよね、トサナミがちらつけばやっぱ、まあ、この状況はやっぱ聖地ですよ。この射程圏ぐらいだったら聖地の方がいいんですけど、はははやっぱりそのユリアンの甘えたヘッドとか、ちょっとしたバックステなんかはね、適当にダイトサー打つだけで引っかかったりとかして、そうですね、結構帰ってこなくなるみたいな。さあ瀬戸内さん、なんとか2マックスのところ一発まくっていきたいが、結構ヘブのコンボが近いから消費も早いですね、ここ。だがここで縦が当たって、もう溜まってる。さあガードして、おお、カラクサ入った、いくか、デン。さあ来たー、マジかー。おーっと、ダブルアップ成功。これはなか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 やりますね。ゲージ管理で EX 出なかった。パス。さあ分かんない、ファイナルラウンドどうなる、どうなるの。おーっ、さあもう一丁いくか、出ない。さあ、わかんない、わかんなくなった。まあ、ユリアンのゲージはもうちょっとで、殺傷率が高くなるんで、はあはあ、ちょっとこれだと足らないですね、ここは。足りないか。まあ、最後のチャンスですね、ここは。さあ、ここからしっかりガードしてって、まあ、ここは撤退ですね。撤退で、まだこれ、おっと、当たってか、当たんなかった。さあ、でもこれはワンチャンまだあるぞ。あ、まあ、苦しい、だいぶ苦しい。ヘブンがここは勝利。それでは続きまして、続いて登場がもう一枚誠を張っていきます。4人目シンタさん。さあヘブンもなんか誠苦手意識あるっぽいんですけど、
まあ、誠やっぱりその使い手によって全然タイプが違うような気がするんでね、なんか割とまあでもトースタクとしてはあのダッシュなんで、まあダッシュしない誠はいないんで、まあそこは強化してるのかって思いますけど、まあアプローチとしてはまずはダッシュ投げ、まあ、あとちょっと比較的飛びも多めにしながらって感じですかね。はあはあはあ、これユリアン側のそのダッシュ対策っていうのは何かあるんですかね。しゃがみ中キックとかでゲージ貯めながらダッシュも防止できればいいですね。はあはあはあ、まあしゃがみ中キック置いとけばとりあえずダッシュだと思われると、まあ、誠のしゃがみ中キックに負けないような前をルビーにしながら、あそっかそっか前にもよるのか、まあ振っていい、まあダッシュ置きに振るんだけど振っていいところと悪いところがあると。そうですね。さあこのラウンドはしっかりヘブンが取ってって、基本的に誠のしゃがみ中キックに潰される前はもういっそ近づいて当てに行った方がいいんで、はあ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 、確かに。ただあとユリアは自分が勝てるゲージがどうかっていうのは、まあ、ちゃんと把握しないといけないですね。ここは注意ですね。さあこのディープが当たったタックル、ちょっとコンバミスタがもっと欲望の辛くさ、ちょっとヒヤッとしただけどこの体力差だが、ゲージがあるんでまだある、まだ分かんない。どこかで辛草が入ればこれ分かんねえぞ。だが投げが通って画面端縦を張って、うわちょっとヒヤッとした。スーパーテストからの、うわうわもうヒヤッとしたリバサヘッド。だが分かんない。デンデンからのデン、さあ分かんない。辛草デンデンできる。ターメチェスト見せかけて キャンセル、カラクサ。続いて登場がキラキーさんで、シンタさんは今エレナを選ばれたところでちょっと SA を迷ったのか、だがここはトサナミを継続。さあどうなる。キラキーさん結構最近やり込んでるんで、おーっとリバサカラクサ何かを吸い込んだ。おーっと今そうなんだよな、あれ中途差なんだよな。うわー入れ込んでいく。いやでもねあそこのカラクサ結構むずいんすよね、エレナね。トサナミの入るマイルがちょっとあれなんですよね、わかんないですよねこれね。道義系だったら今弱でいけたんすけど、ちょっとエレナはあそこ中なんですよね。うんですね。さあここはキラキーさんが誠のダッシュとかに下チーパーブレイク仕込みながら置くのがいいかなと思います、ね。まあ、ああなるほど、まあセオリーっちゃセオリーなんか。でもあの中は中、しゃがみ中、おーうまい赤風呂大ファン。トサナミはしっかり中で、さあ、ああ惜しい。スライドは成功してた。だがこのスタンチとこの体力で結構もうどっちが勝つか分かんない。ワンチャン、おーっと謎の下ろし暴れが見えたが、ダッシュラインの方したら次は続いて登場がタロプチさん。ここはこれは結構キャラ差があるらしいで、なんとかでもこの心の隙間を縫っていくしかないのか。このラウンドは結構キラキーさんが有利になっているが、さあもう分かんない。さあ移動投げ通って、まあどっかでブレイブちょっとあったんですよね、はあはあ、まあこの体力差はちょっと、この体力差でも攻撃がちらつくだけでもう結構、あっさあ分かんない。投げは通って EX 昇竜、さあ思い切って使っていきました。さあグラントコパンでくるくって大パンが刺さる。さあここに歩いてるだけでチュンリはもう強そうに見える。だがラウンドアーチをこすってなんとか暴れていく。投げを通してて、さあマレット、おーピヨったちょっとエスカプター、だが入れ込んでって、まあマレットスマッシュの接近が効いてましたよね。うーんあれ結構赤風呂を狙って。さあ久しぶりに登場ですね、コクイさんのビューですね。 SA はおなじみの
新勝利。さあ見せてくれるか国井さん。まだまだ若手には負けんと。エレナ結構竜の下中盤嫌なんですよね。まあ前蹴り嫌なんですけど、おなんかあれに対して手出せないんですよね。まあ、一番優秀なゲージ回収技の一つ、はい、しゃがみ中盤は、まあ、そこにちょっとエレナ側としては立ち攻撃を当てたいなっていう感じで近づいたんですけど、はあはあ、さあこの沖のラウンドアーチは結構強い機能してる。コグさんちょっとやりづらそうだ。さあタルバ 1.9 が出てヒラギーさん1ラウンド目しっかり取っていく。おっとこれは釣りに引っかかった。もう半分ね。マジか。だが大ごつは投げ取って回避して、さあ上から上からなんとか崩していきたい。さあ中盤この状況はキラキさんとりあえずゲージは温存して、まあ次のラウンドっていう感じなのか。だが諦めない、諦めない。もう一回投げ通す。さあどうする、あるか。もう一回 EX。 さあ根性を見せるコクイさん、ちょっとヒヤッとした。だがこれでゲージ状況的にはキラキさんが相当優勢。おコンボちょっと見せたが結構なヘリだった。さあコクイさんが長身中盤でゲージを貯めてって、おっとマーレットからのラウンドアーチ、ラウンドアーチ。さあ昇竜、新昇竜を打ってって、ちょっと補正がかかってますけどね。ちょっと補正がかかってるんで、もう一回昇竜逃げましたね。おおこれで逃げた。おおジャンプ台形が刺さる。大パンか、すげえ。じゃあユウさんお願いします。さあここで登場がマイルで来たさん、アクトユウということで、本日もプレミアムエクセレントショコラというお土産をいただいております。あの皆さん後でお礼を、ユウさんにお礼を言うてくださいね。ユウさんにお礼を言うといてくださいね。業務連絡。ユウさんにお礼を言うてくださいね。さあ、割とこれはゆっくりな展開なのか。お、キラキーさんが SA をヒーリングにしてますね、これ。だが出し投げ通って、やはりちょっとレニーのバックダッシュに対しての対処がちょっと、はあ、レニー、あれはちょっとしゃがみチューパー伸ばすだけでいいんで、近くで、はあはあはい、で、まあ、吸い込めるんで、うん、まあ、そういうのもありかなと。さあヒーリング、さあスライディングでグビレを抜けて投げはグラップ。おさあリバーサでこれは確定か。まあ、このヒーリングの使いどころっていうのは、まあ基本的には投げと昇竜拳当たったと、まあ、ダウンさせてとりあえず離れたらとりあえず的な感じですね。はい、まあでもそれ以外でなんか、まあやっぱりその通常技だけで勝てるよっていう、そういうメッセージなんですかね、これっていうのは。あのヒーリングを選ぶっていうのは、まあ、もともと耐久性高いんで、はあはあ、まあ、技も強いし、まあ、ありっちゃありなんですけどね。ただパワーがすごいんで、ブレイブの、はあはあ、そうなんですよね。火力でちょっと劣るところどうなんだろうなと思って。相手もな、投げ警戒してれば、まあ、そんなにされないんで、うん、これちょっとやりづらいのかなとは思って、まあ、けどブレイブ持ってれば結構攪拌があるのかなっていうのと、そうなんですよね。なかなかこういうすばしっこい あのキャラクターとかバックダッシュが性能いいキャラクターでなかなか投げいけないんで、対策するしかないんですけどね。できないんで、なかなかレミ対策って言っても難しいですよね、結構多分もうできてる人いないんで、うん、まあ、いろんな技を見て、まあ、これなんか隙あるよねとかっていう話はできるけど、まあ、あの上の
オットは反応してシャチューパンで反撃とか、はあはあ、しゃがみ中キックでゲージ回収しながらとか、うん、まあいろいろな対処がありますが、まあ打たしちゃいけないですよね。で下はスキャルで飛べるんで、はあはあはあ、ちょっとあれ打たしちゃダメなんだ。歩いて近く行って、まあ、下段はガードなんで、うん、で上来たら下チューパン、またはまあその他ボロボロですね。やっぱやっぱりずっとブロッキングしてても位置が変わんないんで、はあはあ、位置変わんないとエイリス一緒なんで、食べてないと一緒なんで、ここがちょっと難しいのかな。押さなきゃいけないんでね、まあここすごい大変ですね。へえ、あっと、いや結局タックルなんですよ。鳥だったらもうタックルになっちゃうんで、うん、タックル一応ガードされて張るしかないんで、反撃なんで、はあはあ、じゃあまあタックルエイジスでやるしかないってことしかないんで、それだともうちょっと無理なんで。さあこれもうなんかシューティングゲームになってるんだけど、上のちょっとオット抑え込まないと、はい、ほらここ下チーパンですね。あとジャンプとかは無理なんで、これあれですね、しゃがんでると上当たっちゃうやつだ、基本上か上しか来ないと思ってみていいですよ。はあはあ、さあどうする、プロってなんとか距離を詰めてって画面端まで追い込んでしっかりエイジスで殺すっていうパターンなのか。そう、最初は絶対上しか打たないんで、下は打たないんで。なるほど。さあソニックが終わらない。これじゃダメなんですよね。ソニックが終わんねえ。俺なんかレイミーが強キャラに見える。さあここからどうなる、わかんない。バックが弱いんで、ちょっと出せなかったが、タックルがギリギリ届かなかった。これは苦しい。割と満を持して投入したんだけど、これは圧倒的ユーさん、あの一応上のオットと下のオットが来ると思ったら、下チューパンで上構えるじゃない。まあ飛びの方がいいですかね、やっぱ。なるほど。まあ下は絶対打たないでね。うん。さあここで登場が天ぷらさんのダッドリー。ここら辺から結構強くなってくるぞ。さあお互いに、あ、上は飛んじゃダメですね。上は対空なんで、はあはあ、まあ、まあ、ダッキングとかで嫌がらせするのが一番いいですね。なるほど。やっぱりその上ソニを上から行くのはやっぱりダメなんだ。なるべくくぐれるものがあればくぐってって、そうそう、接近できるんで。なるほど、うまい。あとはこの陣地をどうするかっすよね。はあはあ、まあ、しゃがみでキックの性能がいいんでね。さあカニが入ってダグラパーからのトーク、ここは使ってはいけないですかね、やっぱ。さあちょっと置き攻めはユウさんの暴れが勝ってて、なんとか逃げる画面端だが、もう画面端に自分から行っちゃうと、これ良くないですよね。あれがしょうがない。ないんで、さあこれは見てる、上に来ると読んでソニックマシンが、さあオットバス。これってダッドリーも上ソニーガードしたんでしたっけ、しゃがみガード。どうなんですかね。ダッドリー、あ、抜けた。あ、抜けましたね。さあうまい、裏からコークが入ってガードは立ちっぱ。今もうリバサ横でしたね、やべえ。さあ謎のターゲットでダブルアップ、ちょっとは失敗。さあグーグルのセンター当てをして、まあちょっと面倒くさい距離ですね、ここは。さあちょっとやりづらいのか。さあ出し投げを通って上ソニー、ダイパンは下に行けない。ここでしゃがみガードなんですね、ここは。さあショートはガードして、ちょっとダッドリー側がきついですね、これは。なんかここでゲージが空いてなくなっているところと思いきや、ダッシュ投げ意外とレミーのダッシュ早いですよね。じゃあ高橋さんお願いします。高橋さん、これはかなりレミーが得意とするカードですか。しゃがみに上オットが当たりますね。はいはいはい。じゃあこれはまさかここで高橋さんがちょっと登場ですが、ちょっと相手分が悪いか。まあ、一応上は取って行くか、タッチパンでスカラッシュとけば相打ち取れるんで。はいはいはい。いやでもそうだよね、これ上と2が引っかかる時点でなかなか、ね、これ近づくの大変ですよね、これね。そうなんですよ、これブロってブロっても
あーっとまあ、リミのダッシュをちょっとすばしっこいんで、はい、あれで追い払われるんで、あそこにちょっとしゃがみジャックとか置いたり投げを置くしかないんで、ピーを結構大変ですよね。さあブロリまくってブロってブロって、さあこれは苦しい。いいですね、強えなぁ、ユウさん強え。さあ2ラウンド目、これはもう基本的に近づけさせないっていう感じで、とにかく近づけさせないっていう、ね、飛び込みとかはくぐられてしまって今終わってしまうんで、ね、飛びくぐるだけでいいのか。おぉサマーも持ってるし、まあ、こういうのがいいです、高さが変えられるんで。さあ掴まれて画面端どうなる、スイジャンからのストニックストニックストニック、まあ出し切りのジャンプ競技ですね、今のは。寄り切られましたね。さあこれでまた仕切り直し。さあしんどい、アスガリさんしんどい、高橋さんちょっとしんどくなってる。まあちょっと逆転厳しいですね、ここは。そっから、そっか、これワンチャンハンマーもいけるのかな、ギガスでいいのかな。ハンマーの方がいいような気がしますけどね。さあこれはブロラスギガスだと思いきやちょっと漏れちゃった。まあこれ安定体なんで、ウエソニからのタッチューパン、うわーちっちきつかったか。じゃあ DM さん、冬号でエントリーしておりました高橋さん、まあちょっとなかなかないアーツチョイスですよねこれ、はい、フグっていうのはちょっとなんていうのかな、うん、まあ飛び道具抜けられないんでね、はい、しんどいような気がしますけど。いやここでとりあえずこれは BA 出し毒なんでしょうか。いや飛び替え入っちゃうんでなかなか怖いような気もしますが、じゃあこれでまあただこの耐久性あってもう飛び道具抜けられないんで、はい、おーうまい。これもやっぱりまあそのヒューゴー戦と同じで、レミ側はそのソニックでなるべく近づけさせないっていう戦略で、まあ、この TM さんの腹部の圧だとそうですね。なるほど。さあ壊しダブサマーが当たって、まあ、ちょっと今は無理しない。おっとこれ一撃入るとさすがにヒヤッとしますね。ちょっと足壊し、ちょっと飛びからが多すぎなんでさばかりやすいですね9番は。さあしっかりユウさんも DM さんの飛びに対応している。だがここは、ね、ここは入った、あの中継から入るんですね。入りますね。まあちょっと対空は今ちょっとやりすぎかなと。さあ1ラウンド出て、あーこれは PA 確定、これは9、これは9、9ですね。これはそうだ、今の2回目の PA って成立してますか。成立しますね。あはい、これでダメですね。これでもう硬い。おーこれで硬くなった TM さん。さあもう多少食らってもゲージさえあればいいのか。耐性ですよ、ね、さあ圏内、耐性です。もう一撃圏内だが飛びが通って分かんない。じゃあ透かし投げで相手が硬くなっても、さあちょっとここは9勝たないとこありますね。壊しから打ち切っていく、それしかない。だがこの体力が全然減らない。おっとだいぶ上がって、まあ、サマー先ほどはまあ体育のミスなんでここはちょっと返しづらいですね。これは体力リードできた、これを守れるか。おおコパン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 、どうなんの。おお投げ、最後はソニック、まあ、ツイチじゃないとなかなかしんどくなってきますね。ここは難しい今な。入りました飛びから。お飛びが通って、これは9きついですね。どうなる、あとはドローなんでね、はあはあ、ほっとくとこれコンボなんで。おお、あれが入るんだ、ええ、ああもったいないですよ、ここ負けますかね。さあ TM さん苦しい。ああここレミですね完全に。これレミですか。もう逆転厳しいですねここは。だが分かんない、投げは取って壊しで暴れていく。壊しサンプソニック、ビンタはしっかりガード、しっかり飛びをくぐってって読み合い拒否。こうなるとあくまでソニックアーツの不自由さが出ますね。おっと出た、投げは届かなかった。さあ中継腹部狙っていったからしゃがんでると当たんねんだね。さあ対空中間ダブル様来た。ユウさん絶好調ですね。
いやこれはアーツですよ。こうアーツなんで。続いて登場がタミさん。じゃあそろそろこれは止めてほしい。ちょっと押され気味か今日は。続くで。さあブロらせてダッシュ投げ。ウエストにからの中足。さあやっぱりこれも近づかないように離れたところでソニックソニック。さあルグレルグレ。いやなかなか上から。おーっとブロって、これは反対側に投げてもう一回投げる。さあ壊して暴れてって。さあこれは確定か。いやいやいや、でんでん。そっか、もうチュンリーがゲージ溜まるとそう簡単に弾打てなくなるのか。今のは見てから確定ですか、攻撃戦は。あ、今のはちょっと遠かったんですけど基本的に全部いけるんで。おまあちょっとレミ絶望的な組み合わせですね。さあだからここはディープ SA でやり返していく。ダッシュ投げが通った。まあちょっとピョンと飛びましたね。次はこれはどうなる。さあここでゲージが1本溜まって、まあここはゲージ溜めの判断は正しいですね。はあ、ははあ、さあじり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 画面端に追い込んでいくが、ここはすかさずダッシュ投げ。さあ発見からはちょっと出なかったか。そうですね、ここは大事ですね、こういうのが。さあ離れたところで牽制技を送ってて、さあどこで包容器線を使っていくか、しっかり使っていきたい。ただこれはユウさん側も多分ソニック打って包容器来てからのダブルサマーっていうのを狙ってるかもしれないんで。おっと、まあちょっとスパキャンフロータイミングにできたらダメなんですかね、もしかしたら。さあなんか前振り膝 SA が入って、さあリーチスピニングバードキックはなんだあれ、好きねえな全然。ガードできんのかあれ。さあブロブロからブロはできんかったか。やべえ俺だ、何かも憎いんだよ俺です。まあここはレビーのバックラッシュの性能の良さをちょっと生かせば、はい、逃げれたりはするんですけどね。ただちょっと端っこ近いんでね、僕も行けましたね。ちょっと飛びが多いんでここは思い切ったサマータイプに弱いですね。なるほど、ちょっとリード、富永さんがリード、ヒューさんが取ってますが、技をちょっと出してもしゃがみジャッキーとシャチボかれたらアウトなんで、まあレミーから行く必要ないんで。さあこれもしかしたらこれは死にますね。ええ、バックスには綺麗に刺さっちゃうんですね。刺さりますね。まあしゃがみじゃキック連打でもよかったですけどね、フロアレイキになるんで。まさかっていう感じですね、やっぱ。あ、一気に終わりに来ましたね、これは。じゃあ、トソナミ2回で富永勝利、連勝止めていく。ゆうきがこれは、あのタチキョーパンをジャンプ以降でかわせるのと、はい、しゃがんでるんで、まあトサナミは基本的に当たりにくい組み合わせなんですよね。フロアリー X とかちょっとコンボが難しかったりしますよね。そう、掴むまでがすごく大変なんで。だからアツさんの苦手とするのは飛び込みなんですよね。飛び込みに、あ、まあその今課題を常に持ってるというか、はい、まあ、ジャンプ中キックはきついきついっていうふうによく言いますよね。あれ実はその単純な考えで、まあ端っこ近かったら霞がけで逃げるとか今のいいですね。これはさあ画面端追い詰めてますよ。踏み踏みが当たる。ごまかしましたね、今霞がけと回してのちょっとびっくりと。ああなるほど。確定しないですね、これは。確定はしませんね。あ、うまいですね。これは大多さ思い切りましたけど命がけですね、これは。よりにはちょっと足らず。
まあちょっとジャンプに今 EX もきつかった、 EX 稼ぎでちょっと思い切ってもよかったんですけどね。上からの選択全部を潰せる風切りはやっぱり絶対忘れてはいけないというか、いですね、要所で使っていかなければいけない感じなんですか。そうですね、あですね、あちょっとここはコンボ安かったかな、ただ落ち着いてますね。お、再びフミフミが、いや、タクなんですよ、これポサーがどのコーナーなんですよね。うわっと、これはおそらく上に逃げると読んでの、あ、まああれしかないでしょ、でも苦しそうなんで、うん、行きましたね。あ、富永勝利。さあここで登場9人目、ジロこと、フニを見つけた今日は。シャブロ剣になってますね。と吹き上げされかねなかったですね、危なかったですね。おきっちり飛び越えから草食らわないように下がりからのワンセットで戻ってくる読みの、ね、中盤ですからね、バックヤシャクリした中盤ですね、はい、まあ、しかしですね、はい、まあ、ここは安全安全に行かないと。ちょっとこの試合はキャラ差がちょっとあるんで、富永さんがちょっと焦り始めましたね。なるほど、ちょっとキャラに屈し始めましたね、はい、あ、これはライトさ、いや危ないですね、ここいや反撃しづらいですよね、あれあれ、誠、トサナミ誠結構あの距離でなんか適当に弱小量結構厳しいですよね。うん、浮きましたね今、絶対投げつけ当たらないんで。バックジャンプ大パンしか入らない、いや、入ったのか、うん、ジャンプ強盤以外絶対入れないんで、まあ無理ですね、下中盤は流転合計は無理なんで、あれ勝ちましたかな、ここ勝ちましたかな、ここジャックジャックスね、これは PA からのトサナミ、10対10になりましたね、エバラ対富永。さあ EX 次、これは読んでいましたが、まあここはしゃがめジャッキックでまあダッシュを牽制しますよ、ただ飛びがあるんで、はい、飛んでるんで記号が飛ぶとやられますから、この試合はちょっと分かんないですね、まあ、ヒゴガがどこまで飛ばないで我慢できるかっていうのがポイントじゃないですか。しゃがみジャッキックのちょっと連射が遅いんでちょっと危ないかなと思うんですけど、おそらくは剣着地ずらしからの唐草狙ってたんでしょうけどね、あれをまたマイジャンプで抜ければ勝ちだったところですね。ダッシュに技を、まあ、うまく置きながら上に対処っていうのはなかなか難しいですよね、ヒゴは。まあ、ここがちょっと誠崩しづらいですよね、攻めづらい、まあ、フルカウント使いますよ、ここは、はい、飛びが多いっす、
ここはないです。これ確定なんで。カラクサあれは、まあ、ボディープレス出すか出さないか2択なんで、まあ、要するにもう不利なんで、まあ、すごく不利な状況にはなってます。まあ、ちょっと精神的にきつかった感じですね。企業側の精神がちょっと辛いと飛んだりしますから。ただここは気を引き締めて、まあ、待ちたいところなんですけど、なかなかヒューゴー側から攻めるということは、まあ、難しい。土佐波もありますし難しいですかね。そうですね、まあ、ダッシュを止めながらじりじりと、はい、まあ、する感じですね。ただそっとそっと触れてくるんで、まあ、琴側が、まあ、そこをどうにかブロー取っちゃえばみたいな。あ、裏回りカラクサ、これはパンも、まあ、日和はしない。距離はしないですね。あ、大きなミス、これは大きいですね。ここハンマー危ない。ここしゃがみちゃっていくのがいいですけどね。飛びましたね。これ焦ってますね。やっ、ちょっと減らないやつを選んでしまったかな。今のはベストの反撃。いや、ここ逃げてもいいですよ。ラスト数秒でいいんで、はい、噛み合いましたね最後。まあ削るでしょうね。バームハンマーと思わせてのみたいな感じですかね、頼んだ。ちょっといやー、ミートクラッター、最後本当に頑張れ。おお、できる。確定ですね。前ブロ。いいよ、強気で、強気でいいよ。さあ、これはどうなる、ビヨンの？ビヨンだ。焦ってバイジャンシャットか。ここはきついかもしれない。あ、しっかりしてます。あれ、ピックしてない確認で近代バレ貯めたんですよ。ああ。一番ゲージ回収コンパクトにあるんで。さあ、素晴らしい。クニさんいいよ。いいよ。押しましたね。ああ、押してない。お、しっかりガードからの大ファンタ。落としたんですけど、今遅れしてですね。さあどうなる。さあどうすんの。ゲージは溜まってきた。ワンチャン。うわー、上から来た。さあ走ってって、どうなる。ああ、肘か。早いですね。ハイエーナ、おい、ハイエーナレバガチャ、おい、腕上げましたね、かなり。さあこっから行く、いったー、全然、おーっ、これ、繋がんねんだ、あれ。こっからは無理しないのか、とりあえずゲージを探求、うまい。くぐって、チラシ竜巻埋めて、さあ、バーム、ガード出して。さあ、リープ、SA は空ぐらいになって、EX 昇竜。いやー、エマラさん、強かった。まあ、その国まあ、ここをもし竜を逃がしたら相当終わりには近づきますね、これですね。あ、足払いを振って強気のフリ。まあでもこれ足払い振りたくないけど、やっちゃいましたこれ。さあ引っかかって、うわー、ディレイ昇竜拳、全然全然。いやー、下中キックでガー、まあ、ブロックをちょっと狙うべきだったんだけど、しゃがんで、しゃがんで使ったか。あれでも電陣の取るタイミング1個でも足んないと、あれ食らっちゃうんですよね、途中から、いや、あれは5段目としゃがみ中キックを同時にするだけでいいんで、はい、それは絶対やんなきゃいけないです。あれはもうちょっと、うーんって感じか。さあ、クニがとりあえず取って、だが相手のゲージがもう終わってる。なんとか中足竜巻を入れるか投げか。さあ相手はあえて使わないのか、ゲージここで使って、デンデン。さあ置き攻めは、さあ地中盤置いてあって、さあ投げ式にダッシュ、はい、やっちゃいます、これ危ない。さあ、これは死にますよ、これは追い込まれますよ。さあ、ゴム、体力的には。さあ、待ってました、 EX スピバ待ってた。じゃあ、ガオーさんお願いします。
そう、これはこれはユンまずいですね。はい、さあノリノリの国、さあこれで決めてほしい。だが開幕ゲージが溜まりそうなのはさすがにユンか。ここで発動しない、投げて発動。さあラグ中手前に落ちて下段。さあここはちょっと欲望の緊張系にはいい加減にしろと言わんばかりの昇竜拳。さあ国のゲージがここでもう溜まってるんで、あるか、事故った事故った、でんでん。さあこれはお互い筋トレ勢なんで、どっちの筋トレが仕上がってるのか。さあ画面8に追い込む。おさあしっかりクーフルが入ってて、さあガードが硬い。旋風客はとりあえずなんとかしのいだか。さあブローからの歩き投げはしっかりグラップ、投げ通してもう一回投げはグラップ。さあ今のは確定した。飛び込まれる、ピヨってんのか今ので。波動食らったので確定です。今のでピヨってんのか。リープ昇竜拳、今波動食らなければピヨなかったんですよ。サンヒットということで、ありがとう国。じゃあ1P チーム2P チーム勝利ですね。国チーム勝利です。 1P チームの方は 2P チームの人に重装お願いします。でもこれエキシビ行きますかね、エキシビション。ミミックさん、ミミックさん、ミミックバーサス人さん、ジローさんは 2P チームの人誰でもいいんで、ジュースの方をお願いします。ということでエキシビション、さあこれはジュース飲める勢ですね2人とも。はい、じゃあはい、こちらまで、こちらまでよろしくお願いします。あ、どうぞどうぞもらってってください。さあジュース、ジュースだよ、今日もジュースがうまいよ。さあハート、さあこれどうなる、これは繋がんない、めくりから拾ってって、これはでんでん、お、ちょっとミスったが、ガード硬い。おお、ジャンプ大剣。さあジュースもらってない人、 1P チーム、違う 2P の人、2P でジュースもらってない人がいらっしゃいましたら、こちらまでお願いします。あ、ですね、じゃあ、誰だろう。あ、じゃあこちらで預かります。はい、あ、120円でございます、すいません。はい、どうもありがとうございます。さあさあ、まだもらってない人がいるはずなんですが、さあ多分クニと俺とミミックさんの分でいいのかな。じゃあこれで3つ。さあファイナルラウンド、これでミミックさんと俺とクニの分かな、これでラストかな。わー、ビョってる。さあ行くよ、デンデンデンからの昇竜拳。さあこれはもう圧倒的甘え鉄山、電人竜が最強でした。電人竜が最強キャラです。ということで本日東西戦 これにて終了。ありがとうございました。お疲れ様でした。